ボスケベ魔女×王道胸鉄ストーリー×バリバリットクルーター。最高のゲームです。はい、ニコニコ動画の初めてのゲーム動画投稿応援キャンペーンということで、私の好きなゲームの魅力を気ままに語ります。Amazon ギフト券1万円に釣られてしまった。くっ殺せ。そのゲームこそ、サン DS ソフト、ステラグロウ。キャッチコピーは、歌の力が世界を変える、剣と魔法のメロディアス SRPG。ああ、はいはい、わかったわかった。剣と魔法の世界に歌なんて軟弱なもの持ち込むなって言いたいんだよな。視聴者諸君が考えていることはよくわかる。投稿者かっこ二十歳の現役 JD は根っからの文系、作者の気持ちと視聴者の気持ちを60文字以内に記入するのが得意なのだ。私もそう思ってました。もっとこう人が死んだりするドラマチックのゲームやりたいんじゃと、プリキュアは日曜朝だけで十分やねと。しかしファイアーエムブレムにはまり、どうしても SRPG やりたかった当時の私は、Amazon レビューの高さにつられ購入したわけですよ。結論から言うと、買って大正解でした。SRPG 史に残る名作であることは間違いありません。面白ポイントを3つご紹介。その1、ストーリーがいい。ストーリーは、王道ファンタジー系、こういうのでいいんだよ、の欲張りセットです。章ごとに胸熱シーンがあって、盛り場がある。ストーリー全体で起承転結はちゃんとあるんですけど、章ごとにそれがあるから途中でだれることなく、ストーリーを楽しめます。熱い展開あり、ちょっと切ない展開ありなんだけど、このストーリーの根底には、優しさが敷き詰められてるんですよ。ストーリー中盤には、裏切りや、重要キャラが死亡する悲しいイベントがあったりするんです。でもね、ゲームの根底に優しさがあるから、おい、っていう悲しさじゃなくて、胸を優しくキュッと掴まれる悲しさ、感情の動かされ方なんですよね。ちなみに投稿者のバストサイズは秘密である。誠にごめんなさい。そしてその優しさも、押し売りのものじゃなくていつの間にか、優しさというフィールドに立たされているくらい、自然なものなんです。例えて言うなら、あれ、俺さっきまで銃で人をバンバン撃ち殺してたのに、なんで今初音ミクのダンスに合わせてボタンを押してんの？ってくらい自然な優しさなのがいいんです。クリアした後には、いつの間にかもらっていた優しさに気づき、心が温かくなること間違いなしです。理由その2、キャラがいい。まずね、主人公がいいですね。普通の熱血系主人公で嫌味がない。最近のゲームって、人ひねりしてやろうとして、主人公に癖があって、それが原因で魅力のない主人公になってるケースが少なくない。でもね、主人公のアルトはどこまでも、王道王道は面白いから王道ないよ。そして、味方サイドには魔女という魔法少女的なメインキャラがいるんですけど、どの子も非常にいい子、好き。視聴者たちに恋の魔法をかけている投稿者も、もはや魔法少女と言っても差し支えないだろう。特に私は、リゼットという主人公の幼馴染の魔女が好きなんですよ。水属性の回復魔法を使いながら、主人公とドスケベしたいという願望が酷使通せない大変エッチのキャラクターです。世話焼き幼馴染が、実はドスケベ願望あるって、そそるよな。他、味方キャラ、敵キャラ、みんな個性的でこれまた嫌な奴がいない。プレイしてれば、必ず推しのキャラクターができますよ。あと、フルボイスではないですけど、外観8割くらいのテキストには、ボイスが入ってます。魔女をはじめとした有名声優さんの迫真ボイスは、ストーリーをさらに感情移入させてくれます。面白ポイントその3、歌。このゲームは、魔女が歌うことによって、敵にダメージを与えたり、バフや回復効果を得ることができます。この歌というのが、プレイ前の私にとって、最も大きな懸念材料でした。だって歌だよ歌。サレコが、さて、これから人を呪い殺すぞ、って時に突然歌い出したら、こちらとしては困っちゃうでしょ？いやお前、今歌ってる場合ちゃうねんぞ、と。戦闘中に歌うなんてわけわからん。このゲームのプロデューサーはお母さんと一緒ガチ勢なんか？と疑いました。しかし実際プレイしてみると、歌があってよかった、ありがとうワンワン。歌というのは、魔女の必殺技的な扱いで、それを習得するにあたってのストーリー展開が熱いんです。魔女の抱えるトラウマを主人公で解消、バトル中に魔女が覚醒し、歌という必殺技を出す流れは、圧巻の一言。戦闘 BGM もその歌に変化するんですけど、全然違和感ない。むしろ気分が高揚する。歌のクオリティも高く、魔女の個性を生かした曲が10曲もあるとか最高かよ。ちなみに、投稿者がケンブリッジ大に留学していた際、音楽の時間での歌のテストは100点だった。以上が、ステラグロウの魅力3点です。欠点として、戦闘のテンポが悪い、キャラ感に強さのばらつきが多少あるといったものがあります。しかしそれを差し引いても、私の評価は星5。大変素晴らしいゲームです。
現在ソフトはプレミア価格となっており、 3DS でダウンロードもできないのでプレイ手段が限られていますが、機会があればぜひプレイしてみてください。それでは最後に謎かけを。ステラグロウの面白ポイントとかけまして、見くびると解きます。その心は？どちらも過小評価です。ご視聴ありがとうございました。